つまり染谷はその清美さんって人を菅井たちに人質に取られてたわけですか。まさか死ぬなんて思わなかった染谷。あの清美さんが。許せん。こがあなことがあってええんか。分かってる。だが話は後だ。今いるこの場所も危ねえ。連中の狙いは俺たちだ。尾道の秘密を暴いた俺らはどこまでも追ってくる。こうやって一塊になってるのは危険だ。しばらくそれぞれで身を隠した方がいい。確かに。せめて岩見と菅井が今どこにいるか分かれば他に手の内を回るんでしょうけどね。頭、屋上で外の空気吸ってくる。キリュウの兄貴の言う通りじゃ。踊れろ。わしが戻ってくる前にここを出とけや。落ち着いたら居所をわしに知らせ。わからんのか。のんびりしとる暇なんぞなど。今は一度散るんじゃ。これ以上はもう誰も殺させんぞわしは。秋山、お前には雄太を頼めるか。例の下水道なら東城会も陽明連合会も知らないはずだ。わかりました。遥たちの方はどうなっている。伊達さんが動いてくれてます。今日中には警察病院から場所を移せるようでした。そうか。桐生の兄貴。ん？清美さんのことをもし気に病んでるなら絶対に兄貴のせいじゃないですからね。あ、すごいのせいだよ。動くときは声かけてくださいよ。すごいと常温のせい。一つ聞いていいですか、桐生さん。なんだ。ミレニアムタワーでもし菅井に会えてたら桐生さんはあいつをどうする気だったんです。よくよく考えたら不思議だったんです。相手は桐生さんたちを殺そうと動いている。その周りの人間を巻き込むことを平気でやってのける連中です。話が通じる相手じゃない。だからもしかしたら桐生さんは菅井や岩見常を殺そうとしてたんじゃないかって。違いますか。もし堂島の竜が人殺しに手を染めれば。そうだよね。神室町はもうあなたをボスとは認めなくなります。俺を持ち上げるのはもうやめてくれ。俺は神室町どころか身の回りの人間を守ることさえできねえ、ただのヤクザ崩れだ。なことないよ。なんて言われてもあなたを諦める気はありませんよ。今までいっぱい守ってきたじゃないか。今光雄と菅井が神室町にいればもうこの町は死んだも同然です。今この町にはあなたの支えが必要なんですよ。それだけの歴史をあんたは今までこの神室町に刻んできしまったんだ。大きすぎるよ。一度どん底に落ちて神室町に救われた人間です。あんたが手を押すくらいならいつでも俺の手使ってください。いい相棒だわ。屋上へ向かえ。いやまさかさ、うるさ。まさか染谷が死ぬなんて思わなかった。ショックすぎる。染谷好きだったのに。どちくしょうすぎんな菅井と常雄。やり方がさ汚いんだよ。はぁ、ダメだ。もうさ最終ショーでこんな戦いながら泣くなんて思わなかったわ。ああ先進むのが
進みたいような進みたくないような。とりあえず南雲とね合流しなきゃいけないから合流するか。南雲を悲したらねキヨちゃんまでってなったの痛いもんな。いやもう女を手にかけるやつ大体クズだからなマジで。そういうキリュウさん一番許せないよね女を手にかけるやつを。あ、南雲キリュウの兄貴他のもんはもう出て行った。俺に何か話があるんだろう南雲。岩見つねは明日クルスタケルの葬儀の後造船所に行くはずです。確かか。陽明連合会の2代目襲名じゃ言うて広島に招集がかかってる。いいのにサヨリを入れさせたんじゃ。あ、いいの。搭乗会の菅井も来るらしいで。菅井もか。わしは奴らを刺し違えてでも殺す。兄貴もそのつもりなんじゃろ。はあ、ほいじゃが。でもそれわしと兄貴だけで十分じゃ。はるかが一家の連中も秋山さんもこれ以上巻き込めん。今までそれをやってこなかったからさ。でもそれだけ桐生さんの中で俺とお前で死ぬ時は一緒になりそうだな。やめてそんなこと言わないで桐生さん。もうこれ以上泣かせないで。そいつは今日初めて聞くええニュースじゃ。おう、いやこの二人さいい関係だよ。もう南雲も男前や。わしはもういつ出てもええですけ。ほいじゃが兄貴はそうもいかんじゃろ。カムロ町に別れよういう時間はまだあります。わしはセレナの中で待っとりますけ。用が済んだら声かけてつかさい。ほいじゃ。しっかりとタバコを噛みしめて。造船所でてっきりミレニアムタワーかと思ったけどさ造船所が多分最後なんだろうね。したらって思ったけどさ、まあ、食べ物食べてカムロ町での最後のさ食事になるかもしれないからね。何食べよう。やっぱ最後は赤石丸か。最後は赤石丸行くか。カムロ町での最後の食事だ。いらっしゃいませ。いっぱい食べてくれ。味噌汁もサラダも。はい、最後の牛丼だ。カムロ町での気に入ったぜ。さあ行くか。おいし、ありがとうございました。おいしい。で持ち物もまあこんだけあれば大丈夫でしょう。それじゃあ南雲と合流して造船所に向かいますか。おそらくこの造船所が最後の船場になるのかな。てっきりねミレニアムタワーかと思ってたけど今回はね尾道の造船所らしいので早速やっていくぞ。あドキドキする。ガチャリ。ナグモどこだ。誰かいる。時間経過。あ、これは何。なるほど
時間経過はしなくていいぞ。このままこのまま行くしかねえな俺らは。なあナグモ兄貴、もうカムロ町に思い残したことはありませんの。ほいじゃったら最後の蹴りつけに行きますんで。ええですかいの。もうね、やり残したことは全て終わってるからね。みんな最後、本当に本当に最後の取り柄に行くぞ。準備はできたぜ南雲。行こう。これが本当に最後だ。あ、はるか、あ、違った。大道寺、おめえかよ。あ、清美ママ。ここがさ、二人が出会った場所でもあるからね。清美ママのお店が。渋いな二人とも。あ、いいの。いや、それはいいのも。なんて言葉かけてあげればいいかわかんないよ、ね。山造船では尾道神外町本社で今日午後、岩見平蔵会長の社葬が営まれました。超大和級とされる謎の戦艦が浮上後、十分な説明のないまま拳銃自殺を遂げた岩見会長ですが、あれ、岩見造船が難局をどう乗り越えるか、市の後継者である岩見恒夫社長の今後の動向が注目されます。こんなものがあるがゆえに、こんなものが、キリュウさんだぞ。もう乗り込んでたんか。二人でこの数を。あ、さすがは道島の竜。小物が、本物の野郎。大したもんですな。お待ちしてました。二代目クルス・タケル襲名のいい余興になります。すぐに三代目が必要になる。言ったれ、キリュウさん。腰水てめえ、キヨちゃん。私は染谷優が嫌いじゃなかったんですがの。染谷、あの美人ママもかわいそうなことしたと思うとる。清水、広島のこの土地であんたに勝ち目はありませんよ。誰言ったら今のうちだぞ。そういうのは勝ち負けに来てるんじゃねえ。お前らさえこの世から消えてなくなりゃ全部ケリがつく。わしら死にに来とるんじゃ。踊れる、かかってくんならそん格好で来いや。やってくぜみんな、最後の。これあの名言出るんじゃない。行くぜ。名言が、死にてえやつだけかかって声出ない。聞きたいぞ。アリは、ナイスナイス。腰水、キリュウさんのあの名言聞きたいよ。死にてやつだけかかってこいだよ。あの言葉があるの聞きたいんだよ。ほら、死にされないで、痛い痛い、あ、無理だ。まずは雑魚から、雑魚からやるか。雑魚からやってきますけど、なあなこも雑魚からやってきますけど、おめえほら、おめえこっち来いよ。ほら、おめえこっち来いや。おい、爪を爪をすごい、てめえのところで見てんじゃねえ。おし、仲間を助けに行くか。
ほらほらと人数多いね。人数が多いよ。人数がナイスタクボーナイスタクーナイスタクールだよ。ナイスタクールですよ。いやいや、うるこじめて出るよ。クボマンがキリママうぶしゃんと強いお前。ほら行け、出るぞ出るぞ。ナイスほらほらザコとかほらザコとかおとじけほらザコとかいやおとじけじゃねえよ。ふざけじゃねえよ。かっこよく決まったぜ。そのためてめえらだけど、そろそろ終わりにするか菅井。ええ。おいお前どこまでどっちくしょうなんだよマジで。まず常を坊ちゃんもなんでじゃ。どっちくしょうあるかあると。本庄という東京の刑事を知っているか。買われたか本庄。何こいつに。今日の昼その本庄に警察上層部からある特命が下されたんだよ。買われたんか。伊達という刑事を見張り、そいつが違法に監禁している赤ん坊とその母親を救出するようにと。本庄、小物も小物がおめえも。伊達さん、あなたこそなんでこんな真似をしたんです。どういうことだ。誰の命令でここに。あなた、伊達さん、これは監禁の現行犯です。無駄な抵抗はしないでください。違うぞ本庄、こいつは遥たちを狙う連中の差し金だ。警察の上層部に誰かが手を回してる。私への命令は正規の手続きで下されているんです。連れて行け。お前ら。伊達さん、伊達さん。まあ本庄は仕方ないな。やられて当然よ。坊
ちゃん、ツネオ坊ちゃん、女とガキを死なせたくなきゃ、ツネオ指一本動かすな。所詮は親父に認められなかった。貴様、認められなかったさ、やつのくせに。ダメダメ、四代目あんたは東条会と陽明連合会をいっぺんに敵に回したんだ。なめてんのか。てめえも痛いよ、奥だよ、あきゆさん、俺を甘く見やがって。卑怯だろ、そんな。死ねそんなものに、どけ、すごい。あんたじゃ殴り殺すのに時間がかかる。二人して卑怯な手しか使えねえんか、おめえらは。ゴミクズや。父は俺の本質を見誤っていたよ。俺にはあの人を超える野心と抑えきれねえ力への渇きがあった。日の当たる道を歩かせようって親心がかえってあだになった。押さえつけられりゃ反発するのが子供ってやつじゃねえか。裏社会でこそ生きるこの俺の才能に親父は気づいていたはずなのにな。騒ぐんじゃねえ。伝説の国土クルスタケルの名は俺が名乗るべきだ。あ、キリュウさん、銃数える前に立て。違う、出なきゃ女を殺す。おじさん、おっと、無理かな。しなは後でみっちり説教したるけ。あんたら立てや。立って使わせ、兄貴。兄貴、立て。立て。頑張ってきるのに。この死に損ないが。お前らが。誰に喧嘩売ったか、これからたっぷり思い知らせてやるぜ。ふざけるな、今見た。踊れの相手はこっちじゃ。おめえ、ランクも一発で足りねえよ。あらよ、思い残すことは何もねえ。かっこいい、どうしまでりかっこよすぎる。俺と一緒に地獄まで付き合ってもらうぜ、岩見の坊ちゃん。坊ちゃんって言われとるんや。お前邪魔。お前らだけは生かしちゃおけねえ。全部ここで終わらしてやる。行くぞ。
わもう。兼ねてる人たちが大勢いる。お前は極道の世界に仇を巻き込む外道だ。仕事で覆い女とか火を殺せ、撃ち殺せ。くすごめよ。ナグモ！くっそー！どこまで？どこまでさ、ゲドウなんだよ。あ、ダメダメ。お、ものすごい。あ、ユウタ。アキリアさん、おじさん、キリアさん、死ねよ、俺は早く死ね。ダメね、もうやめたって、もうやめてくれよ、もうやめてよ。
兄貴。ハルカは、ハルトは無事だな。無事です、大丈夫です、兄貴。あいつらを頼むぞ、ユタ。しっかりしてくださいよ、兄貴。よくも桐生の兄貴を。どこまで小物なんだ、てめえよ。短い夢だったか。
もうダメだって思ったわ。あそこのシーンで、あそこのシーンでさ、もう涙腺が崩壊してしまったよみんな。これで終わりとかじゃないよね。キリュウ風間死んだままじゃないよね。まあね、あの最後に絶対なんかあったし思ってるからね。あ、ダメだ、みんなごめんね。ちょっと今言葉が思いつかなくて、とりあえずこのエンディングを聞いて。いや、竜ごとくさ6ではさ、本当にさ、キリュウさんがなんか主役って感じした。なんか今までさ、今までのシリーズで結構キリュウ風間だったり、あとはママズマゴロウだったりとか、あとはローズマライバーと結構いろんなね、極道の愉快な仲間たちって言えばいいのかな、まあ、そういう人たちが結構関係してたりもしたけど、今回はさ結構キリュウ風間さんが、風間さんだって、キリュウ風間がメインだった気がする。あ、やっぱりよかった、あったわ、よかったよかった、ラグもよかった、よかったわ。あ、これひろみちゃんか、ソミヤとキヨちゃんの、キヨミママの子供。キヨちゃんはずっとあんたのことを気にかけとったんじゃ。かわいい子供や。三つの時に別れたんちゃったの、覚えてるんか、母ちゃんのこと。写真でだっけ。でもお父さんがいろいろ話してくれて。ソメヤが、お父さんの仕事のせいでお母さんは出ていくしかなかったって。お父さんはいつも自分が悪いんだって言ってた。ソメヤ、そうか、会いたいよ。ほいじゃが、あいつはあんたのことを大事に育てとったんじゃな。のう、キヨちゃん。え、あ、よかった、うん、ママよかった。あ、生きててよかった。まさかキヨミさんが無事でおったとはのう。コシミナツがかくまっとったんちゃって。ラグモが育ててくのこと。空砲で清美さんを撃ったんです。そうだったんか、コシミヌ。いいやつだな、今更だけど。いいやつや。彼女を助けようと自分で腹刺したソメヤに、コシミヌもなんか感じるもんがあったそうで。あいつもヨガヨじゃったら、あんなゲスどもに使われる男じゃなかったんじゃ。菅井と岩見の言いなりになっとる自分に、ええ加減嫌気がさしただけと違うんか。やっぱ伝わらない。それでもいいだろ、本物の極道って。もおかげで清美さんは生きてる。伝わったんだよ、小清水にも。南雲の頭も哀れじゃの。恋敵は清美さんのために自決した染谷じゃ。どうあがいても勝ち目はないじゃろ。かっこよすぎるよ、染谷。しばらくは広瀬一家の立て直しに専念してもらおう。後のことを頼むな、田頭。広瀬一家、ゆうた、松永の兄貴も降りたのか。沖縄に行っても達者でな。あ、沖縄に行くのか。はるかちゃん、はるかと、はるかと、もちろんはるともじゃ。キリュウの兄貴のことは残念じゃった。わしらもまだ信じられん。阿川に強い人が。でもこの子は大きくなってもきっとおじさんの背中を覚えてると思います。私も絶対に忘れないです。
じさんとこれまで一緒に歩いてきた道の続きを、今度はこの子と歩かなきゃ。最後の方で兄さん、無所出たとこで疲れとるやろな。兄さんイケメンやな。俺らもお前が出てくんの待っとったんや。会いたかったよ兄さん。話は聞いとるやろ。陽明連合会と戦争が始まるで、四代目の首取られた言うて若い衆がイキリ立っとる。もう止められん。俺も気持ちはわかるけどな。そしたらどないする？六代目クルス・タケルは死に、息子の石見恒雄もぶち込まれた。小清水って男は陽明連合会の跡目としてまだ広島を掌握できていない。何や、今が広島への攻め時や言いたいんか。まあ広島でもうちの報復が来ると思うとるはずや。やるんやったら早い方がええやろ。先手必勝だからな。あ、キリュウさん。俺は後悔している。何の？言えた義理ではないが、俺はお前の親のつもりだった。ならば俺は、この時手紙書いてたの？親として伝えなければならないことが病院でのさ、明らかに呼ばれる前に。だが俺はやだ、そのことに正面から向き合おうとしてこなかった。そんな俺の前に様々な親子の形が次々に現れた。しがらみや掟に縛られ、子供を純粋に愛してやれなかったことにようやく気づいた親。親を超えることで認めてもらえる、愛してもらえると固くなにまで信じた子供たち。そんな親と子の隔たりが多くの不幸を招くのを目の当たりにした。彼らは親子として向き合っていなかったのだろうか。そうじゃない、彼らは親子の絆を信じていた。それぞれが苦しい定めの中で今回の親子の絆を確かめようと必死で思い、悩み続けていたはずだ。ただ彼らには親子として共に過ごす時間が足りていなかった。それだけだ。でもそれはきっと大切なことなんだと思う。だが俺も彼らと同じ鉄を踏んでいた。サメよ。俺は曲がりなりにも登場界の四代目だった。六代目としてお前を登場界に引き込んだのも俺だ。大吾。大吾ねえの手紙、大吾への手紙か、書いてた。てっきり遥の手紙かと思ったよ。俺はお前の親としてそばにいてやる必要はないと思っていた。堂島大吾を男と見込んでお前に全てを託していたといえば聞こえはいい。大吾への手紙だったのか、キリエさん。だが俺は
お前と持つべきだった親と子の時間を捨てて、運命と向き合わず、消せない過去からも目を背け逃げていただけだ。あの親子たちのことを思うと、今の俺には言葉もない。そんな俺がお前や登場界の親だと名乗る資格はない。そんなことないよ、キリュウさん頑張ってきたじゃん。だからこの手紙を読んだ時、もし俺が死んでいたとしても、どうか親の仇を討とうなんて思わないでほしい。俺の命に遺言状だよ、これ。そんな価値などない。遺言状出せたのか。それが俺の最後の頼みだ、大吾。こう見ると大吾も貫禄あるな。親からもらった遺言を俺は守ります。広島と戦争はしない。その上で陽明連合会にはこっちから申し出て五分の杯を交わします。キルーちゃんに先手を打たれとったわけか。俺はあの人の手紙に超えるべき親の背中を見た。かっこいいな大吾、久しぶりに見たと思ったら立派に親やったやないか、キリュウさんね。あ、最後にマジェマさん見れてよかった。伊達さん、おー、秋山さん、またこのビルでスカイファイナンスを開きますんだね。ご挨拶をと思いまして。ああ、ホームレスから脱出できたのか。おめでとう。それで桐生さんのことですけど、伊達さんは本当にあの人の遺体を間違いなく確認したんですか。ああ、そうだ。ハルト、よし、もう一回だな。頑張れ頑張れ、さあ来い、ハルト。その調子、頑張って、ハルト。ハルト、頑張れ、頑張ってこう。ハルト、ハルトが立った。頑張って、頑張って。ハルト、すごい、ハルト。もうちょい、みんなと同じ反応しちゃった。みんなと同じ反応しちゃったよ。キリュウさんの死を確認したのはあなただけだ。その後遺体は不可解にもすぐ火葬にされちまった。キリュウには遺族がいない。あの日俺が遺体の確認に呼ばれたのは警察関係者の友人としてだ。何度聞いても答えは同じってことですか。いつか本当のことを話せる日が来たら、その時は違う答えを聞かせてもらえますよね、伊達さん。秋山は知ってんだろうな、本当のことをね。生きてて見えるか。生きててよかったよ、キリュウ一馬君。つい今しがた
大道寺実先生が亡くなられたと知らせがあってな。何日も寝てたんじゃない、桐生さん。いっぱい撃たれて。誰だあんたは。私は政治家としてのイロハを全て大道寺先生に教えられたものだ。今回の尾道の一件、マスコミも世間も大騒ぎだ。選挙も近いというのに全く困ったもんだ。火消しに追われて身が持たんよ。まあ時間が経てば火は消える、そんなものだ。だがつまらん火種が大事になることもある。超大和型戦艦来栖健、岩見恒夫、それらと大道寺先生とのつながりが万が一でも表に出るようなことがあってはならん。そうだろう。もしあんたからマスコミにでも知れれば、先生の名前に傷がつく。するとそのことで過去の過ちを詮索される人間が出てくる。もう詮索されてるで。彼らの多くは今この国を支える指導者たちだ。わかるかね。要するに何が言いたいんだ。つまりあんたもその一人だろうね。だから金で賄賂だ。口封じの賄賂ってことか。いろいろ調べさせてもらったよ。足りねえぞ賄賂の数が。養護施設のことを気にかけているんだって。賄賂足りねえぞ。じゃあ金も必要だろう。私は情け深い人間でね。あとアタッシュケース4個分持ってこいよ。調整している人間に無知は打たない。それを気持ちよく受け取って全ての秘密を守るという意思。あと4つ持ってこいよ。それさえ示してくれればいいんだ。断る。え、何？断っちゃうの、キレイさん。全てを秘密にしたいのなら俺の条件を飲め。なんだと。自分が何を言ってるのか分かっているのか。どういうこと？何だろう。あ、伊達さん。まず堂島大吾という男を無所から。なるほど、全部桐生さんの筋書き通りってことが。大吾のやつも広島で戦争が起こるぞ。そういうことか。これ以上の火種は起こしたくないんだ。だから大吾出てこれたのか。そんなこと。貴様、だからか。自分の立場が分かっているのか。条件が飲めないんならこの取引はなしだ。やっぱあんた最強だよ、キリュウカズマ。極道ごときが。あんたが一番だろ。なめるなよ。命が惜しくないのか。場合によってはお前が大事にしている人間も巻き添えになるぞ。やってみろ。もう何、政治家とかいうやつはこんなやつらしかいねえんか。結局俺を本気で怒らせたらどうなるか。こんなやつらばっかだな。今の日本もそうだけどさ。試してみるか。もうなんかここまで来るとさ、なら政治って必要って思っちゃう。貴様が秘密を守るという保証はどうしてくれる。死んでやるよ。え、何。あんたの力で。そういうことだね。この病院で発行した死亡届を作ってくれ。存在を消すということか。桐生一馬っていう存在を。そうしたら一生消え続けてやる。最後の条件はそれだ。何言ってんだ桐生。聞いていたろ。俺は消える。俺の死体を確認したとあんたがみんなに伝えてくれ。どうなんだ、この男が証人だ。条件を飲むのか。おい、ふざけるなって。分かってんのかお前。そんな真似したらもう二度と遥かや遥人に会えねえんだぞ。そうだろうな。分かった。
その条件飲もう。なんでお前ばっかりこんな。伊達さん。はるかやはると、それ伊達さんもずっとそばでさ、桐生さんを見てきたからさ、俺の周りにいてくれた悔しいよね。仲間たち、あいつらを守れるなら俺は喜んで死んでやるさ。それを一生さ隠し続けてくれるさ、伊達さんも。伊達さんだよ。思いもせ親友だからこそさ頼めることだもんね、キリュウさんは。バカ野郎が。よし、ハルト、その調子だ、ハルト。できるぞ。待ってさ。ハルト、頑張れ、頑張れ。最後に迎えたのかっていうのをそれだけ知らなくて、
で今回ねこうやってリーゴとグルックで走れてなんかすごいすっきりしたというか、ここまでちょっと7から始まって7、0、1、2で3、4、5はね実況でね見てたりしてて、内容はまあちょっと記憶で思い出す限りはまあもうシーンとかねドラマシーンとか覚えてるんだけど、で今回その3、4、5を飛んで6をね実況したんだけども、いやー内容良かったと思うわ。でなんかほらキルさんがさ手紙にもね大悟への手紙にも書いてた、今回この子供こと親をテーマにしたタイトルなのかなって思って、命の歌っていうのがストーリーもそうだけどサブストーリーもほぼなんか親と子供のサブストーリー関連がすごい多くて、あなんかこの全体的に今回のストーリーって桐生さんと遥だったり、まあ岩見恒夫と高野 その親と、まあ、ローだったりもそうなんだけど親と子をテーマにした作品なんだなってすごい思いました。いやーよかったよ、いやよかったよ、みんな龍吾とこの句結構なんか言われてるけどあれはすごいよかったと思う。ちょっと私しかも泣きすぎてすごい化粧がボロボロなんだけど、すごいよかったと思うわみんな。でねまあ今回この龍吾とこの句を終えてねちょっといろいろとみんなで感想だったりを今までのシリーズを振り返りながらちょっとねみんなとお話ししたいなと思って、この録音を終えてね龍吾とこの録音を終えてちょっとね雑談枠を設けたいと思うので、皆さん一緒に龍吾とこシリーズについてお話ししたいなと思ってるので、よかったら参加してくれたら嬉しいです。いやー終わっちゃった、終わっちゃったよかん。いやよかった、めちゃくちゃよかったわ。あこれで終了するのかな。あ100万円手に入れた。あこれで本当に終わりだ。あ、終わったー。はい、ってことでね、まあ、先ほどでも伝えたんですけど、今回ね、龍が如く6も終えて、でね、まあ、今までやってきた龍が如く7、龍が如く、0、極み、極み2とやってきて、まあ、そのね、シリーズのを通して、まあ、改めてみんなとね、まあこう雑談をしたいというか、龍が如くについていろいろ熱いね思いをみんなで語りたいと思ったりしてるので、このね龍が如くを終えてちょっと皆さんとリスナーさんと一緒に雑談枠を設けるので一緒に話してくれたら嬉しいです。龍が如く7からずっと追いかけてここまで見てくれてるリスナーさんがいたり、龍が如く6からね知ってくれたリスナーさんもいたりとね、本当にアンリンゲームの登録者さんで龍が如くね好きな方も多くいらっしゃると思うので、その方たちとねいろいろ話したいなって思うので、ぜひチェックしてみてください。それではねこれで終わりにしたいと思います。龍が如く